Thank you.
はい、それでは本日もこの会場に西村先生をお越しいただいております。先生にお話をお聞きしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。いや、びっくりしましたね。自分の曲とは思えないです。いや、なんかもう一線を越えちゃってるって感じがすごく良かった。常軌を逸した感じ。いや、褒めるというかなんというか、まあ、感想ですけど、まあ、ここがすごく響くのでね、細かいリズムの、ところなんていうのはやや見えにくくもあるんだけども、そんな関係ないですよね。そういうなんていうか、音楽を超えなきゃいけないというところまで練習で持っていってくださってるのがやっぱりすごいし、この秘技はもう何度もね、これは初めてですけどね、やってくださってて、随所にいろんなびっくりするような演奏効果がありましたですね。ポルタメントで上がるところとかね、ああいうのもちょっとすごい感じがしてたし、それからこの鳥のテーマですね、ユニゾンでなる、あそこもすごく良かったと思います。まあ、お一人お一人が曲に相当入り込んでくださってて、その集合体としてね、すごい演奏になったというのが、びっくりしました。いや、何度かこの曲のいろんな団体の演奏を聞いてますけど、ちょっと一種ず抜けた演奏だったと思います。あそこに奥先生の写真も置いてあるんですけど、どうでしょうか。なんかこの辺にね、立ち上がってるような感じが。ありがとうございます。今写真掲げてくださったのが木佐爪道夫さんなんですけど、この秘技のシリーズもそうなんですけど、さっき の佐伯さんのお話にもありましたけど、バンド維新という浜松を拠点に展開してきた催しがあって、そこの移植で秘技も始めたんですね。北爪さんの存在は大きくて、このところの吹奏楽の、ね、世界での中核を成してらっしゃる。僕の何年先輩なのかな、5、6年でしょうかね。一番最初は2008年。そんな話じゃないんだけど。そう、2008年にバンド維新が始まったというわけですよね。でも15年ということですね。経ちましたね。そうですね。確か北爪さん僕の5年ぐらい先輩なんですよ。話を戻すと。というわけで本当にどうもありがとうございます。これ秘技がね、秘技の6がまだ承認されてないんですよ。で、6が今月承認されて、来月秘技の9が承認されて、その時には1から9まで1回の演奏会で全部やるという命知らずな団体の演奏会がありまして、で、来年の3月に秘技の10を、まだ何も書いてませんけど、これが承認されるとシリーズが一応こう10っていうのはバッテンの字みたいになって、それで終われるというような、そういう流れで、今日はそういう流れの中で本当に素晴らしい演奏を聴かせていただいてありがとうございました。はい、西村先生ありがとうございます。はい、もうお話の中でね、北爪先生もいらっしゃっているってお話に出てしまいましたけれども、佐伯先生はじめですね、皆さん実は練習にもね、何回かご指導いただき来ていただきました。本当にありがとうございます。